予選トーナメントグループ A 第12試合となります。対戦するのはハン・デイ選手とペク・スンチョル選手。空手か、それもかなり鍛えてるな。その剣だこ当たりだろ。あらゆる知識が本には書いてある。勝ち方もな。レディーゴー。はい、やり方いざ以上。俺の動きが読めるのか。知力と暴力両方が揃えば誰にも負けない。俺は自分の理論の正しさを証明するために。面白いなお前。一方的だな。勝負あったか。いや、今のはまぐれか。タイミングを覚えた。次で終わらせるか。大丈夫か。お前どうして。そういうのを狙って攻撃するのは卑怯だからな。変なやつだな。行くぞ。ユニゴンの槍。うわ、衝撃は筋肉と骨を越えて内臓にまで達している。俺の勝ちだ。生きるためには戦い続けねえと。俺は負けるわけにはいかないんだ。付き合ってやるよ。奥義詩人の肩。受けてみろ72本の槍。第一の構え剣舞。第二の構え朱雀。第三の構え逆光。第4の構え。俺の理論も暴力も全部砕きやがった。ペク・スンチョルダウン。勝者ハン・デイ。あれだけの連撃、体にかかる負担も相当なものだろうね。